この時間はスタジオにゲストをお迎えしています。東京証券取引所情報サービス部島田修太さんです。こんにちは、よろしくどうぞ。こんにちは、島田さん、よろしくお願いいたします。実は今日3月13日からですね、この東京証券取引所と日本経済新聞社で新たに作りましたインデックス JPX 日経中小型株指数というのを今日から算出を始めたと、はい、まあ、いうことなので、今日はその辺のお話を詳しくお伺いするつもりなんですが、はい、まずはそのこの鬼三角にあたる JPX 日経400というのは、まあ、もうすでにね、開発されて、まあ、上場され、まあ、いわゆる指数を算出されているわけです、はい、まあ、その辺のところからちょっとお話をいきたいなと思ってるんですが、はい、まずはその JPX 日経400、はい、まあ、もうだいぶおなじみになりましたけど、そうですね、あれどうですか。はい、こちらはですね、従来トピックスと日経平均、この2つが主要な日本の市場のインデックスであったかと思うんですけれども、はい、これそれぞれトピックスは東証、日経平均は日経さんがこう計算されてきたものでございまして、はい、でこちらを両社で知見を合わせる形でですね、うん、2014年の1月から開発したのがこの JPX 日経400という指数でございます。はい、もう3年以上になりますね。はい、おかげさまでコンセプトとしてはグローバルな投資基準を満たした当社にとって魅力の高い400社、こういったコンセプトでやってまいりまして、うん、でおかげでなんとか ETF も今6本上場を東証にしておりまして、はい、海外に目を向けますとヘッジ指数も含めて22本と、うん、多くの投資家に利用いただけているという状況でございます。あ、なるほどね。はい、で、まあ、いわゆる中小型株の中にもこういうこう要望があったわけですね。これ400だけじゃなくて、おっしゃる通りでございまして、こちら基準も簡単にお示ししているんですが、定量的な基準としては3年平均 ROE、うん、3年累積営業利益時価総額、うん、このあたりで銘柄を選んでいきまして、その他、うん、ガバナンスの観点で独立した社外取締役を選任しているかどうか、うん、IFRS を採用しているか、うん、英文情報をディディネットで開示しているかなんかでこう選んでいって400社選んでおります。まあ、これを今回中小型株に、はい、まあ、転用するって言ったら変な言い方ですけど、あ、はい、まあ、そういった方角度でもっと小ぶりな、はい、まあ、ちょっとキラキラした銘柄を指数化しようと、はい、こういうことでありますが、はい、さあその今度指数を、まあ、始めた日経中小型株指数銘柄選定方法なんですが、はい、どんな感じで選んだんですか。はい、こちら選び方なんですけれども、はい、まずユニバースとなる銘柄全体の募集団としては東証一部二部、うん、マザーズジャスダックを主事業とする普通株式でございます。はい、うん、でここから上場後3年経過していない銘柄であったり、うん、債務超過の銘柄であるとかっていうのを除いていくというステップがまずございます。こちらは JPX 日経400と全く同じでございまして、うん、でその後ですね、大型株の除外としまして、もう時価総額上位 20% に入るような銘柄、うん、これを大型株と定義しまして、これをもう除いてしまう、除いちゃう、はい、うん、これでもう中小型株の中から選ぶ指数になります。うん、でこの後ですね、直近1年間の売買代金が150億円以下であったり、うん、時価総額が100億円をさらに下回るような銘柄というのは除外しておるんですけれども、これは指数に連動するファンドなんかが今後ついた場合にですね、うん、ある程度運用をしやすいっていうところ観点でこういったスクリーニングも入れております。なるほど、まあ、多少、はい、それでも大きくないと、はい、商いが、ね、できないというところもありますから、はい、ある程度の規模を持ってないとダメと、おっしゃる通りです。はいはい、でそこからですね、3年平均 ROE と3年累積営業利益、この2つの財務数値で得点付けをしていきまして、でさらにガバナンスの観点で独立した社外取締役を選任しているかどうか、2人以上ですね、うん、あとは IFRS 採用しているか、またその採用の決定をもしているかどうか、うん、と英文資料を開示しているか、英文もやんなきゃいけないんだ。そうですね、なるほど、はい、このあたりの、まあ、JPX 日経400のコンセプトをうまく適用させていただきまして、うん、で200社選んでいくと指数になります。うん、はい、そうするとこれが200社、スコア上位200社、はい、なかなか難しいですけれどね。はい、うん、これ特徴としてはどんなところが、まあ、見えてくるんでしょうか。そういった意味では。そうですね。うん、こちら今グラフでお示ししておるんですけれども、まず1点目として挙げられるのはこの3年平均 ROE の高さでございます。はいはい、JPX 日経中小型株指数 18.2% となっておりまして、うん、その
まあ、先に出ておりました JPX 日経400、これも ROE に着目した指数ではあるんですが、この 12.5% を大幅に上回っているという状況でございます。その隣がいわゆるトピックスの構成銘柄である市場第1部、まあ、平均でございまして、これは 8.2%、このあたりの水準と比べると非常に ROE の高い銘柄が選ばれているというところでございます。ちょっと小さいんですが、これ左上のグラフという、左上のグラフでございます。で、平均時価総額でいうとこんなに違うんですよと。そうですね、こういうことですね。はい、かなり中小型株にフォーカスできた結果ではないかなと。あ、なるほど、はい、構成銘柄の各訂正項目の充足率ってのはこれ何ですか？はい、先ほどはい、ROE と営業利益の得点の後にいくつか項目で見てさらに加点しているようなお話をさせていただいたんですけども、それをどのぐらいの構成銘柄のうちどのぐらい満たしているかというものでございます。こちらはやはり中小型株ですので、まだまだ赤い方が中小型株の構成銘柄なんですけども、まだ低いというところで、IFRS の採用に至ってはまだ 4% ということで、このあたりがこの指数の普及に伴って上場会社の皆様のこう取り組みを促せていけたらいいなと思っています。そうですね、はい、もうすでに独立社外取締役2人以上というのはもうほぼほぼ大体同じ非常に高い数字になってきます。はい、決算の英文開示もまあちょっと劣ってるけれども、はい、まあ、これもないくでしょうと上がってきてます。まあ、こういうことですね。はい、まあ、そんな中で、まあ、今日から指数が実際に動いてるはずなんですが、はい、これまで、まあ、バックをこう、まあ、やりましたよね。要するに後、はい、こう見てるわけですから、どんな感じですか、これ。何年ぐらい遡って、10年間ですね。そうです、2006年の8月31日まで、この新しく作ったルールをですね、過去に遡って適用する形で、指数の再計算というのを行いました。こちらグラフ上ですと、赤いグラフが今回の JPX 日経中小型株指数になります。なるほど、はい。これ2006年のところが8500ぐらいですか。そうですね、9000ポイント、9000ポイントぐらい、はい、ちょっと落ちましたね。そうですね、リーマンでね、ぐっと落ちておりまして、その後こう全体の回復基調とともにこの指数も回復していっておりまして、まずこのトータルで見ますと、トピックスを大幅にアウトパフォーム、トピックスは上回っていると。水色の一番下にあるやつですね、はい、これね。そうですね、こちらちょっと緑色の方がトピックススモールという指数でして、こちらトピックスから時価総額や流動性売買代金の基準で上位500を除いたもの、財務数値なんかではこうスクリーニングしてないんですけども、これまで東証の計算する小型株指数、こちらとも比べても上回った結果が得られているということになっております。要するに、まあ、2007年から9年にかけてはあまり良くなかったけれども、 その後はまあその他の指数をアウトパフォームしていると、はい、こういうことですね。はい、ですから、まあ、こういうことをうまく組み合わせればいいわけですね。そうですね、うん、今トピックスであるとか JPX 日経400というのをもう保有されていらっしゃる機関投資家の方、たくさんいらっしゃいますけれども、この指数でこう新たな分散投資の機会といいますか、新たな投資機会というのが提供されるのではないかと考えています。なるほど、はい。あとはその400との銘柄重複っていうのはあるんですか。はい、こちら銘柄重複する可能性があるルールになっています。あ、そうですか。はい、ほう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 。 JPX 日経インデックス400は必ずしも、こう大型株に限った指数ではないんですけれども、なるほど、時価総額っていうのがスコアリングに取り入れられている関係で、結果としてある程度大型が中心と、なるほど、いうところはあります。で、その今回の中小型については、はい、銘柄数を200とした理由は何なんでしょうか。はい、こちらですね、JPX 日経インデックス400がありますので、同じく400とかっていうアイデアも当然あったんですけれども、はい、かなりの指数を作る過程でシミュレーションを行っておりまして、でその中でこう我々がこう資本を効率的に活用しているこう魅力的な中小型株だというふうに絞っていくところの中で、200銘柄がこう最適だろうというところで結論として200となっています。なるほどね、はい、そういった意味では、まあ、いろいろそのこのもう一つはその上場時の時価、上場時の上場している際のその時価総額ですね、はい、銘柄ベース、銘柄数ベースで上位 20% の銘柄を対象外としているらしいんですが、はい、これはどういう、はい、やはり大型株を除くといった場合にですね、はい、これを具体的に何千億円以上とかってルールも可能だったんですけれども、当然市況の変化であったり、そうですね、変わりますからね、はい、ですので、まあ上位
20%、2割っていうところが大型株としておくことで、今後も長くわたってこのルールで継続的に指数計算できるのではないかと考えてます。うん、はい、そうすると今度の中小型株全体の時価総額、まあ、おそらくこれから ETF ができたり関連する、ね、指数が出てくるかと思うんですが、うん、はい、そう大体どのくらいなんですか、時価総額。そうですね、そこはこれ今後、うん、今日時点では金融商品や ETF という話は出ていないんですけれども、積極的にプロモーションしていこうと思っておりまして、うん、金融商品できた際はそれほど大きい金額っていうのは、トピックスや JPX 日経400などは望めないかなと思ってまして、はいはい、でその理由は申し上げた通り構成銘柄自体が中高型ですの で、うん、ですよね、はい、ある程度ファンドサイズも中規模なものとなるんではないかなと。なるほど、はい、まあ、そんなにね、そうすると商品もそんなに大きいものが出てこないし、で逆にパフォーマンスがいいから人気になる可能性ってありますね、はい、そうなってくれるとれ、ね、大変嬉しいんですが、はい、まあ、その他、まあ、いろいろその取締役のところの縛りとかですね、あるんですが、この辺は どんな感じですか。そうですね、うん、やはりですね、この指数当初JPX 日経インデックス400でコンセプトとしましたこうグローバルな投資基準を目指し、うん、そこをね、出したというところっていうのを、日本の上場会社の皆様にもこう考えていただくきっかけであるとかっていう、こう糸口になればいいなという指数のところでもですね、考えておりまして、ガバナンスのこう要素である独立社外取締役の選任というのは、やっぱりマストと入れさせていただいたと、ということですね。はい、さあそれで、まあ、期待される新指数の連動するですね、はい、金融商品は出てくるのかと、はい、もうすでにお話は内緒だけどで話されてるんですか。そうですね、そういう意味ではこの指数を、はい、アウトパフォームを目指すようなアクティブファンドというものは本日時点で一つ組成されたというふうに聞いております。で ETF だとかっていうところは積極的にプロモーションしてまいりたいとは思っておるんですけども、現時点ではまだ組成されていない状況です。なるほど、はい、これは個人の方々がこう興味を持つとしたら どんなやり方があるんでしょうね。やっぱり ETF ですかね。そうですね、ETF や投資信託という形になるんでしょうね、広まっていくということを期待してます、うん、はい、ありがとうございました。今日は JPX 日経中小型株指数の開発の背景とこういったことでお話をいただきました。はい、島さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。